ニコルス飛行場は、フィリピンのルソン島マニラ南方、マニラ首都圏のパサイトパラニャー県にまたがる位置にあった、アメリカ軍が使用した飛行場。第二次世界大戦の間、アメリカ極東空軍はニコルス及びその近隣の飛行場で、第二0飛行場軍を構成し、またニコルスはアメリカ第二十六騎兵連隊、F 中隊の中東地も兼ねていた。1942年に、 日本軍が占領、同年12月からは大日本帝国海軍が使用した。1944年7月、海軍航空隊は戦時編成での組織大改編を行い、大日本帝国陸軍に倣って航空隊を持たず、基地業務のみ担当する陸上部隊の海軍をつ航空隊を編成。ニコルス飛行場は、ひ島海軍航空隊の拠点として、 フィリピン諸島各地の海軍航空隊基地の防衛を指揮していた。1945年1月アメリカ軍がルソン島に上陸してニコルス飛行場も脱回された。第二次大戦後、ニコルス飛行場にはフィリピン空軍司令部が置かれ、現在はビリアモール空軍基地と名称変更されている。基地は北方のアンドリュー・アベニュー、西方の国内線ロード。 南西の空港ロードと二ノイ焼キのアベニュー、南方の多国籍アベニュー、東方の南ルソン高速道路、そして北東のセールスストリートが交わり合う場所である二ノイ焼キの国際空港の敷地内にある。現在でもニコルスやニコルス飛行場という名は周辺地域の通称名として通じている。ありがとうございます。